泥は結構な玩具となる泥遊びないし、泥んこ遊びは、泥を使った遊びである。泥遊びをする、子供たち泥遊びは、特にルールの存在しない一人遊びの一種ではあるが、大勢集まって一斉に、おののの泥遊びに興じる様も見られる。その多くでは、着衣が汚れるため、洗濯をしなければならないため、洗濯をする者には、砂遊び以上に厭われる遊びでもある。 泥は、地球の上で生活している限りは、水や地面があればありふれた素材となるため、うごや水道から水をまいた際などに出来上がる泥は、泥遊びをする者にとって、格好のおもちゃである。泥を手でこねて、感触を楽しんだり、何かを押し付けてその後をつけたり、あるいは何らかの形を作って楽しむ。特に玩具としてや工芸素材としての泥には、粘土があるが、 泥遊びは一般に、粘土遊びとは区別して扱われる。しかし陶芸はやや泥遊びとの区別は曖昧で、泥をこね回す行為を泥遊びになぞらえる場合もある。ただ、泥遊び全般は、その場でいじり回した泥で何かの物品を作って、持ち帰ることは、あまりない。例外的に、土団子ないし霊団子などと呼ばれる土を固めて砂をかけて磨き込んだ団子は断じに。 人気のある遊びで丹念に固められて何日にもわたって育てられる。他に、ままごとでは泥を食品に見立てて加工し、これを食卓の上に並べる場合もある。これらは食べるふりをしてその場で捨てられるごっこ遊びの道具となる。泥遊びは自分が汚れてしまう遊びではあるものの、衛生仮説などでは、こういった少々不衛生な環境も、 免疫を鍛えて強化する効果があるとみなされている。ただ、泥だらけで家に上がると掃除も大変になり、単純に汚いだけではなくこのまま口などに手を入れてしまうと寄生虫などの問題もあるため、この遊びをした者は、遊んだ後は手を洗うという、自分で衛生を管理するという家庭教育やしつけなど、初等教育を行う絶好の機会とも言える。手をかけて制作された。 土団子時間をかけて制作することでまだ間に近づく。写真の作品は表面がザラザラしているが、キメの細かい砂などで磨き込むことも行われる。土団子は泥遊びの一種で、泥を丸めて作った玉にキメの細かい砂などを折りかけて固め、さらにそれを磨いて固く締める。 乾かしては表面を泥で濡らして砂を手ですり込んで固めるという数日以上にわたる工程を経て表面がつやつやとし出すほどに大抵の人はこの土団子に愛着を覚える時には唾液などをつけて磨き込むことなども行われる地方により赤土で作られた光沢が良いものを金管国土で作られたものを銀管と称することもあるこの場合 土の粘度が高い赤土で作成する方が光沢を得やすい。こうして作られた団子は仲間内で品評会や硬さを競うために高いところから相手の団子めがけて落とす団子相撲等が行われる場合がある。団子相撲では丹念に作られ時間をかけて育てられた土団子ほど硬くなりより相手の団子を打ち割ってなお生き残る可能性が高くなる。 また、団子の硬さを競い合ったり、友情の証として、団子を交換し合ったり、あるいは硬い団子を作る秘伝を持っていたりといった、様々な、土団子文化が存在する。こうした遊びをするのは、ほとんどが男であるが、女児の中にも、この土団子に興味を示す者がいる。中には工事現場からくすねたコンクリートを素材に、混ぜ込む者も、も稀にいるが、 大抵の場合は不正とみなされる。また、複数の参加者が集まって、土団子を磨き上げるイベントもある。泥遊びに関してだが、日本では20世紀末頃より、衛生環境の変化に伴い、都市部を中心に、泥と触れ合う機会が減少している。自然に関する体験不足を懸念する声もあり、体験学習での田植えなどを通して、泥遊びをするケースも存在する。 ただ、農家に、無断で水田に勝手に入り込むと侵入罪となる、恐れがある。田植え時期の水が入れられて、白柿が終わり、田植えをするばかりになった他にいたずらをする、地方農村の子供なども、稀にいる。学校での泥遊びでは、スクール水着着用で泥遊びを行い、プールのシャワーで体と、スクール水着についた泥を洗い流す例がある。 堺市立三北小学校のホームページ1年生ドロンコ遊び。ありがとうございます。